ょうがないです。これが噂のコッペパン。めっちゃ残ないです。大丈夫だ。さんにやってまいりました焼きそばパンです。よろしくお願いします。まずはコッペパンを半分に切ります。切れ目を入れた。さあ残り2分40秒なんでしょうかね。ただのコッペパンです。みちゃんの焼きそば出しました。あ、焼きそばパンじゃないですか、これこれから多分焼きそば挟むんですね。あ、すごい多分焼きそばすごいね。線とかにボケをしないかな。そういうのが挟まれたり切れ目を入れて、その切れ目の間に焼きそばが取れない。焼きそばが取れない。冷えてる。すいません、勝手に時間が経ったんで。けどあ、確かなんかちょっとチャララーンとなるといいですね。チャララーン、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 ちょっと美味しくなる、ちょっと美味しくなる、ちょっと美味しくなる魔法の焼きそばパンの音ができますね。あー、生姜も細かいところありがとうございます。おばさんの人気店、ふたご亭さんの焼きそばパン。ふたご亭さん。結構受けてるじゃん。はい、ありがとうございます。チャララーン。出来上がり。なんとか回るじゃないですか。焼きそばと唐揚げでいくらですか。あ、600円になります。安っ。ありがとうございます。焼きそばさんでした。